な。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔鋼が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ8番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。ああ、鉄臭い、錆臭い。新鮮な空気かも。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ？だ、俺か。変な汗いっぱいかいたからな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔鋼濃度、触媒、まさか火薬？ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー泣いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジ、まだ？もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃ、爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよ、マリン。待ってろよ、シャワー。セット完了。爆発！ああ！おお、開いてる開いてる。邪魔者はコッパみじん。さあ、行こう。緊急事態発生。緊急事態発生。こちらはリンダカンパニー危機対策本部です。一番魔鋼炉が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。一番街および八番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり瓦礫やガラスが落下する危険があります。八番街にいる予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああその通り。俺たちはこの先ももっともっと魔鋼炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ星だけじゃねえ、お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ、上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん。で、リーダーどうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。
8番のイステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合だ。じゃあ後で。おい、約束の金は？アジトに帰るまでの作戦だ。トントン。あ、これソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。倒れる前にちゃんと使ってね。それからこっちは新入り君の度胸をたたえて、スリル満点のご褒美。じゃ、貨物車で。スラム行きの列車って動いてんの？もし列車が止まったら。クラウド、こっち。上を見て。ここ崩れやすいから気をつけて。登るのはそこの階段からね。この辺りは建物の倒壊に恐れがあり、外壁やガラスが落下する危険があります。もう瓦礫は落ちてこないから。負傷者1名、自力での歩行困難。そこの階段から瓦礫の上に出れば駅まで済むだ。俺は怖くて無理だけどね。返事をするか、手を動かしてみて。急病人を発見し、救助中だ。駅は無事か。
まさか。どうして。言えない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えているとも。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。母さん、母さん。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は、私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけるな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔法に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。そこの路地を抜けた先の建物の屋上を通り抜ければいいわ。簡単に言うなよ。この先は瓦礫で塞がっ、こんなの。こっちは無理だな。駅に、駅に行かないよ。こちらは神田カンパニー機械策ホームです。8番街の高速道路およびその高架下からの待機命令が発令されました。速やかに高速道路から離れてください。また魔法炉の爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が多発しています。室内は危険です。建物の外に避難してください。繰り返します。こちらは神田カンパニー機械策本部です。八番街の高速道路およびその高架下からの予想以上か。速やかに高速道路
怖くてたまらない。せめてこの子たちだけでも先に。全員一緒に逃げるんだ。裏通りから駅に行くんならまずは階段降りて噴水広場を目指しな。お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？ああ。お花、どうぞ。花？うん。お礼、追い払って助けてくれた。何の話だ。じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いくらだ。値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。え？花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔高炉が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。繰り返す。こちら8番街警備4班。
異常なし。おとなしくしろ。かかってこい。うチュルヤ。ここで仕掛ける。これだ。当然の結果だ。
悪いな。ここから出すな。逃がさん。噴水広場へ。違うターゲットと交戦する。周辺の部隊は直ちに急行せよ。ダメだ。じゃん。うわ。終わりだ。周辺に警備を集中せよ。正面突破は難しいが、他の道は建物は伝っていくか。上から行くのが無難だ。に行け。狙うぞ。見極める。これでどうだ。ほら来い。消えろ。受けて立つ。消えろ。悪くない。逃がさない。当然の結果だ。ターゲットは住宅街を進行中。道路封鎖の動員を急げ。消えろ。悪い。
ターゲット確認、交戦する。それここまでかき回してやる。勝つのはいい。じゃあ受けて立つ。悪あがきはよせ。当てる。このままどうってことない。結果だ。決める。まだまだよ。
覚悟はいい。見極める。ザッ、この手に行くぞ。えっ、手も来い。受けて立つ。使ってこい。えっ、見極める。鉄壁の守りだ。ただ、悪いな。怖い。やらしたな。決める。仕留める。これだ。私が開く襖。追い詰めろ。逃がすな。八番街警備2班、男を追い詰めた。これより確保する。おい、その件は。これ